皆さんこんにちは、ニュースピックスの佐々木則彦です。本日はですね、スタートアップをですね、政府はどこまで支援すべきかというテーマでですね、お話を進めていきたいというふうに思っております。まずスタジオゲストはですね、デロイトトーマスベンチャーサポートの斉藤優馬さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日はですね、インタビューの相手として内閣府 IT 担当副大臣、そして新型コロナ対策のですね、テックチームの事務局長も務めてらっしゃる平正明衆議院議員にお越しいただいております。平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずですね、最初はそのまさしくテックチームの事務局長の話をしたいんですけれども、はい、コロナ対策で、まあ、政府も例えば国家主導でアプリを作ったりとかですね、そういった話も進めているような話も聞くんですけれども、今どんな対策に一番力を注いでいらっしゃるんでしょうか。まあ、これご承知の通りですね、シンガポールでトレースアプリが出てきたりですね、あと、まあ、いわゆるプラットフォーマーがですね、ビッグデータを出したりということをやっています。で、日本もですね、まあ、いろんなことをやってるんですが、まずはいわゆる通信キャリアの皆さんからですね、人の流れをですね、この非常事態宣言が出る前と出た後で、まあ、主要な駅とか繁華街でどのぐらい増えたのか減ったのかっていうデータを、まあ、公開させていただいておりますし、はい、あと全国に8000の病院があるんですが、うん、まあ、今後感染した方が増えてくるとですね、病床とかですね、対応が逼迫をしてきますので、この8000の病院の状況、外来が受けられるのかとか、うん、その病床が空いてるのか空いてないのかとかですね、あとドクターとか看護師さんの状態とかですね、あと人工呼吸器の数とか、これをですね、まあ、見える化しようということの取り組みはもうすでに始まっております。でさらに、まあ、これ結構強烈だったのが、LINE 社さんに協力いただいてですね、アンケートをやってるんですが、これ1日2日でですね、2400万とか500万の回答をいただけるんですね。でこれはですね、我が国ではもう国勢調査に次ぐボリューム感で、でこれをやることによってですね、まあ、どの地域に発熱者が多いかとか、どういう業種業態の人たちに発熱者が多いかという、まあ、ビッグデータの解析ができるようになりました。で直近では厚労省とヤフーさんで協定を結んでですね、これは位置情報と検索ワード、検索ワード、例えば外来とか発熱とか、そういうワードとですね、地図情報を、まあ、掛け合わせて分析することによって、どこで次のクラスターが起きそうかという、まあ、予測などもですね、しようということで、まあ、こういう、まあ、ビッグデータとかさまざまな予測を使ってですね、これからもっと感染が懸念されますので、効率よくですね、事前に先手先手で手が打てるようにということで、今対応しております。で今後の課題は、今お話しあったのトレースアプリ、Bluetooth を使ってですね、2メーター以内、例えば20分間とかいうのをですね、例えば私が、コロナウイルス感染したと仮定をしたときに、過去2週間、まあ、私のそばに2メーター20分以上いた人をですね、まあ、リスト化をして、まあ、これ当然暗号化をされていてですね、プライバシーに配慮してますが、まあ、そういう人たちにそのウォーニングがいくと、あなたが2週間以内に濃厚接触した人に陽性患者が、陽性の人が出ましたというウォーニングを出してですね、自ら自粛を、行動自粛をしてもらったり、まあ、病院にお問い合わせをいただく、まあ、今これは今開発中であります、まあ、このようにさまざまなテック企業からのですね、ご提案を今各所が受けてるんですが、特に厚労省は忙しくてですね、はい、ちょっと対応しきれない状態もありますので、うん、このコロナ対策のテックチームで、うん、テック事業者の皆さんからの提案を、まあ、一時的に受けてですね、うん、で、まあ、その実装のできる可能性とか、まあ、テクノロジーとかを評価をして、うん、できることから、まあ、どんどんやっていこうということで今取り組んでおります。アプリはいつ頃完成しそうでしょうか。トレースの方はですね、まあ、実際にこれ、まあ、あまり私が具体的に言っていいのかどうか分かりませんが、まあ、1、2週間でですね、開発されると思いますが、これは国がですね、そのアプリを配布するわけではなくてですね、まあ、Apple Store とかそういうところから皆さんにダウンロードしていただくということになりますので、まあ、そちらの方のですね、手続きにさらにまあ1週間ぐらいかかるのではないかということで、今日竹本大臣も記者会見で言ってたのは、まあ、5月中旬ぐらいになる可能性もあるということでありました。あ、
かりました。韓国や台湾でも似たようなアプリがもう普及してますけれども、それとかなり類似したものと考えてもいいんでしょうか。そうですね、まあ、ベースはシンガポールのベースでですね、うん、でこれはですね、テクノロジーで何ができるかという判断と合わせて、まあ、そのいわゆるプライバシー、個人情報をどう扱うかっていう、まあ、これ掛け算でやっていかなければいけないものですから、うん、まあ、そういった意味ではですね、いわゆる位置情報を取るという場合はですね、いわゆるその匿名加工情報、統計情報みたいなですね、個人に紐づかない形で、提供していただいて分析をするという形になりますし、うん、まあ、そうでない場合、このトレースアプリなんかはですね、まあ、プライバシーに配慮しつつ、これ位置情報は使用しないと、要はスマホとスマホの関係だけですよね、距離と時間とということで、うん、やるということですので、まあ、イメージとしてはシンガポール型が一番近いというふうに思っております。分かりました。まあ、日本のまあ政府であったり官庁というのはデジタル化がまあかなり遅れているということでやはりよく言われますけれども、今こういったデジタル化を進めていく上でも平さんいろいろ苦労されることが多いですか。かなり今理解が進んできてかなりドラスティックに変えれるようになってきてますでしょうか。これはコロナ本部にテックチームができてからはものすごく早く進んでいるというふうに思います。まあ、やっぱりですね、まあ、私今内閣府の副大臣でもありまして、内閣官房の IT 戦略室も私が見ていますので、でこれもですね、例えばトレースアプリを一つ入れるにしても、そのアプリの開発のみならずですね、じゃあ誰が陽性の方なんですかっていうのを判定するには、多分保健所なり何なり、リアルな世界の、まあ、いわゆる公的部門が噛まなきゃいけないわけでありますので、うんうん、まあ、そういうですね、そのテクノロジーとあと現場のリアルな世界の生態系で目詰まらないようにっていうのを、まあ、各所調整しながらですね、うん、進めるということですので、うん、まあ、そういう意味ではこのテックチーム、西村大臣がヘッドです、私事務局長なんですが、これ作ってよかったなと、まあ、非常に今迅速に対応されてますし、うんうん、まあ、まだ発表してませんが、いろんなご提案をですね、いろんなテック企業から受けて、おりますので、まあ、今後またさらにですね、いろんな対応が可能になるんじゃないかなと思ってます。はい、今いろんなテック企業と協業されているという話ありましたけれども、その中に、まあ、スタートアップも大事だとは思うんですけれども、スタートアップってこれどういうふうに貢献することができるんでしょうかね。まあ、スタートアップはですね、そのインターフェースのところとか、例えばそのオープンソースのところでですね、まあ、いろんな工夫をしてもらうとか、アプリを開発していただくみたいなチャンスは出てくるんだろうというふうに思います。まあ、あまり囲い込まないでですね、まあ、いろんな人たちが参画できるような仕組みをできるだけ作りたいなというふうには思っております。はい、ありがとうございます。そして今スタートアップって話しましたけど、そのスタートアップ自体もコロナショックでかなり危機の状態にあるという中で、斉藤さん、スタートアップをもっと援助すべきじゃないかという問題意識が終わりないようなんですが、そうですね、大臣にもぜひ。はい、今スタートアップの支援はですね、うんうん、まあ、主に直近の足元ですと、はい、まあ、貸付のところを公庫中心にですね、無利子無担保でやっていくってところが出ているのと、うん、あと雇用調整助成金といって、うん、まあ、観光とかですね、まあ、一気に売り上げがなくなってしまったようなところについて、まあ、ある種のその貸し状態というか休業するようなことができるようなサポートがあるんですね。でまず貸付のところの問題がやっぱり中小企業をイメージして作られているので、はい、まあ、当初スタートアップが入ってなかったというところがありですね、まあ、直近スタートアップも入ったんですが、まあ、実際の現場ではまあ、かなりスタートアップが優先されるわけではないので、うん、調達できずに苦しんでいるというところで、まあ、この数ヶ月でですね、資金ショートに落ちるスタートアップというのが今続出するというように言われていまして、うんうん、急務かなと思っていますね。うん、平さん、今の問題どう思われていらっしゃいますか。まあ、今回のですね、このコロナウイルスの状況というのはですね、本当に、まあ、大変な危機的な状況だという認識を持っています。で、まあ、一時ですね、そのこうリーマンショックと比べてっていう話がありましたが、まあ、リーマンショックはまあご承知の通りですね、まずは複雑な、なんていうんですかね、金融商品の、まあ、リスクが顕在化をして株が落ちてということで、まあまあ、ある意味徐々に実体経済に、こう移行していったわけでありますが、今回いきなりこう売り上げが消えると、うんうん、その需要が消滅をするということで、スピード感
から言ってもですね、まあ、これインパクトから言っても、うん、ちょっとですね、比べようにならない、比べ物にならない時期なんだろうというふうに思っております。でそんな中で、多分私自民党の中でも政府の中でも一番早くこれ金融の手当てをすべきだと言い出した人間の一人だというふうに思います。うん、私も昔自分で事業をやっていたので、ね、はい、それでそのリーマンショックとか、うん、金融危機とか何回も経験をしたので、うん、でこれかなりですね、うん、その、まあ、当初はお土産屋さんとか、うん、ホテル旅館とかですね、観光業って言われてたんですが、まあ、ご承知の通りですね、もうあらゆる業界にものすごいダメージ、しかもスピード感がものすごく、うん、早い。いい感じで危機が訪れましたので、やっぱりですね、全ての業種を救わなきゃいかんということで、うん、まあ、セーフティーネット貸し付けとかですね、信用保証、特別保証、うん、しかもこれ枠組みがご承知の通り何段階かありまして、うん、業種も目いっぱい広げましたし、ね、いわゆるその要件も思い切り緩和しました。うん、でさらには